お辞儀するっていうよりも骨盤が前傾式前傾の状態に入っていけて手が出すっていう状態に頑張りましょう。そう、これでそう、いいよ、うん、いいよ、そう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 、いけないよ。で、そこで骨盤の前傾を入れてみようか。そう、そうそう、いい感じ、いい感じ、そう、そう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 、そこの右足のこの外側の筋肉使ってここで一見股関節の内心を入れてくれる。そう、で、その体がそれでこっちの方向性に出てくる。はい、で、やってみましょう。そう、パワーの出力がいいから、そう、その出力を、そう、OK、ラスに。そう、そしたらテイクバック持ってきて、自分のそこから右足のこの外側筋肉で内線入れていきながらバチッと振ってみようか。そう、あえて音響しちゃっていいよ。なんか押してくって感じ、右足で、はい、押してくみたいな感じで入れてもらう。膝、ここまず押してく、そうそうそう、もう一回押してく、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 そう、押してく、それで、はい、じゃあ振ってやろう、はい、そう、いいよ、押してく、腹筋が止まって、そうなんです。この状態のまま、で、こう話したときに、そう。で、胸を奥に、で、お腹を入れる。そう、これでいいです。うん。そう。で、その引っ込みを作ったら、そしたら右足が先の、バンって内転させていきながら、ちょっと腕振ってみようか。はい。やってみよう。そう、いや、ここでいいよ。ここで手が釣れないよ、はい、そう、そう、いいし、お腹を丸めると蹴る、はい、そう、そう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 、本当なんだろう、体もこっち行って手も動かせるような、はい、イメージいきたいな。そうです、そうそうそう、やってみ、骨盤が前傾、体前みたいな感じ、そうそうそう、やってみ、おや、そうなんです、おー、いい感じ、あ、いけそういけそういけそう、やってみ、なんか運ばれることはどうかなと。で、手離し切れるじゃん、この離すの距離をもうちょい近くしてみようか、はい、もうちょっと離していいかな。で、はい、胸が開いちゃうみたいな感じになっちゃうんで、こうなりたいからもうちょっとだけ近づけていきます、はい、そう、離していいけど、そう、近づける、そう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 、